はい、どうも、松です。ってことでね、今回はトイテニス必勝講座やっていこうと思います。ね、僕ね、中高とね、テニス部だったので、これはもうね、マスターしなければならないということで、皆さんにね、必勝法をお教えしていきたいと思います。ね、今回のっていうか、まあ、これね、CPU、やばいですね、こちら。ね、マジで強い。マジで強いんだけども、俺も最初は苦戦したが、僕のね、この動画を見てもらえれば、もう必ず勝てますので、ね、見ていてください。GO! ね、ね、どんどん細かいとこね、解説していくので、見ていってください。ということで、ね、最初はもうとにかくサーブだよ。別にまあ、サーブ強く打てるとかないんだけど、もうとにかく前に出ましょう。前に出て、ガンガン打っていく。で、早めに打つのが大事。あっ、ラブ15。あ、こうやって、こうやって敵が前に来てるときは、ダメね。ロブ打たないとダメ。で、基本的に、敵が前に来たらロブ、これ大事ね。でもね、例外もあるから、それも見せる、これ。はい、これ。これ例外ね、今の。前に来たときに、そのロブで前に来たときは、もうこれ、サイドラインギリギリを狙って打てば、もう、相手は取れません。で、しっかり前に出て、打って、はい、打って、で、早めに打つ。はい、これ。これが僕の必殺ショット。東大元暮らしです。はい。強いでしょ。で、敵が前に来たら、ロブ打つ。ロブの打ち方なんだけど、方向キーの下を入力しながら、打てば、ロブが打てます。でも、ここはもうね、落ち着いて。で、ここね、早めに打つと、こうやって、ちょっと待って、よし、はい、これ見た、これ僕の必殺技ランニングボレーなんですけど、まあ、後で解説するわ、後でスローで解説するわ。はい、最後も決めたいね。はい、終わり。こういうことよ。あのね、あそこが強いね。サービスエリアがあるんだけどさ、そこのね、エンドライン、サービスエリアのエンドラインのとこがね、強いね。それでは解説していきたいと思います。はい、それではね、最初の得点シーンですね。はい、で、打って、で、前に出て、ここで前に出るんですけど、ここでね、前に出すぎてはいけない。で、ここのサービスエリアのエンドライン、わかるかな、まあ図が出てると思うんだけども、サービスラインのエンドラインってところがあるんだけど、そこ付近に、いてうろちょろしてると、敵がね、勝手に前に出てきてくれます。で、まあ CPU はだいたいロブを打って、前に出てくることが多いので、で、そこでロブを打ってきたところをサービスエリアから、あ、サービスのエンドラインから若干下がって、スマッシュ、まあ、スマッシュか分かんないんだけどまあね、スマッシュを打って、右のね、サイドラインめがけて打っていただけると簡単に点を取ることができます。はい、次は東大元暮らしですね。まあ、これはね、結構簡単、あ、でも簡単じゃねえか、まあ、割とシビアになるのかな。今まで、球をね、ガンガン打つんだけども、タイミングよくね、打ってばっかりいると正面にしか打てないので、ちょっとね、気持ちいい早めにラケットを振ることによって若干引っ張れるんですよ。はい、で、若干引っ張れると相手の足元にね、ボールが行ってね、相手は、球を打つことができないというね、仕組みになっております。はい、続きまして、電波の宝刀ランニングボールですね。こちらね、ちょっとね、難しいかな。まあでも練習すればすぐできると思うんですけど、まあさっきの応用ですね。さっきの応用、東大元暮らしの応用なんですけど、ね、前に詰めて、打ち合うんですが、さっきと同じように、で、若干早めに打ちます。若干早めに当てて、若干引っ張ると、敵のね、その逆側の、手の方にね、ボールが行くんですよ。そしたらですね、相手はセンターに打ってくるんですよ。センター方面に。で、その隙を見逃さずに、それを、左にダッシュして。で、左打ちです。こう重要なんですけど、左打ち。ここ左打ちじゃないと、左側にボールがね、流せないので、そこ注意してもらいたい。そこがちょっと難しいところかな。うん。
今まで右側でブンブン振ってるけど、動画では右側ではブンブン振ってるんだけども、その最後の締めのランニングボールだけは左打ちで打つ、これが大事です。で逆もしっかりね、左側でブンブン振ってて、で最後のセンター側に来たボールを右の右打ちでね、右側に流す、こういうことですね。はい、いかがでしたでしょうか。これであなたもね、トイテニスプロでございますね。よかったらね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。ということでね、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でもお会いいたしましょう。バイバーイ。